まもなくゴールデンウィーク。山陰には魅力的な観光地がたくさんあり、多くの人が訪れますよね。お、本当に柔らかいですね。うん、いちごはじけました。人気観光地にはそこでしか食べられないグルメが。たくさんにぎわってる通りも、一歩入るとこうずっと昔から愛されてる変わらない味が。そして新しくオープンしたお店も。スパイシーチキンカリー。カリーなんですね。そうなんです。いやー、いい響き。山陰の観光地が誇るまだまだ知らないこだわりの味。観光地へ美味しい旅に出かけましょう。さあ、続いての観光地は日本百景の一つにも選ばれる美しい湖、宍道湖。いやー、すごいな、ここいい景色。めっちゃ撮ってる。あ、すいません、はい、ちょっと私も入れて写真を撮っていただいてもいいですか。はい、承知いたしました。お願いします。お撮りいたします。3、2、決めてますね。もう一枚お撮りさせていただきますね。3、2、開けです。すごいいい感じですね。ここはどうしてこんな写真映えするスポットがあるんですか。こちらが結婚式場内に隣接するカフェということで、結婚式の前撮りなどでも使用させていただくスポットになっております。なるほど。宍道湖沿いにある結婚式場クイーンズマリー。その敷地内にあるカフェコネクトは、店内がガラス張りになっていて宍道湖が一望できるんです。あ、すごい開放感。失礼いたします。お待たせいたしました。ハンバーグランチでございます。ハンバーグ、お、ふっくらまん丸のハンバーグですね、うん、こちらがですね、黒毛和牛をふんだんに使用したハンバーグでございまして、楽しみですね。はい、あ、すごいしっかりしてる、うんうん、ソースとかかけますか。ソース、こちらデミグラスソースを。じゃあこれデミグラスソースですね。つけていただきます。いただきます。うん、うん、うわ、おいしい。お肉自体のうまみとか甘みとか香りの良さがしっかりハンバーグになっても生きてますね。噛むほどにじゅっと出てくる肉汁、ふんわりしすぎずね、適度に肉感があるこの感じがまた美味しいです。お肉の引き方についても、粗めのお肉と細かく挽いたお肉とを合わせて、それで食感を出している感じになります。ハンバーグの表面をフライパンでじっくり焼きまして、うん、最後にオーブンで中までじっくりと火を通すようになっております、うん、さらにデミグラスソースにも美味しさの秘密があります、うん、牛骨をコトコト煮詰めて使用しているソースになっておりますので、すごくコクが深いデミグラスソースになっていると思います、牛骨なんですね。ちょっともう一回それ聞いてから、うん、確かに言われてみれば牛骨のコクというか甘みのようなものを感じますね。でもなんかこうしつこいこうずしりした感じがなくって、割と軽いあっさりめのハンバーグをすっごくよく引き立ててます、うん。ちょっとここでブランコ休憩したりして、また写真撮ってもらって、ってもらってどんだけ写真撮るんですか。楽しそうですね。こちらがシフォンケーキのベリーベリーでございます。うわー、はい、もう山ですね。クリームもたっぷりつけて、うわ、もりもりだ、うん、いただきます。うん、うん、わ、いちごはじけました。めちゃくちゃジューシー、そしてふわふわのシフォンがクリームといちごの香りを全部包んで優しく消えていきました。シフォンケーキの生地の方がですね、毎朝焼きたてでご用意をさせていただいておりまして、白バラ牛乳さんの生クリームを使用して
チゴは安杉さん。強い甘みと果汁がたまりません。素晴らしい景色をバックにこんなに美味しいお料理がいただけるんだから、もうお出かけにぴったりですね。ぜひお客様にはこちらの素敵な宍道湖を一望していただいて、結婚式場のシェフが手掛ける料理であったりスイーツを堪能していただきたいと思います。景色とグルメを楽しめる素敵なカフェ、ちょっとおめかしして出かけたいですね。